今回、2月14日のバレンタインデーの記念の日に、宮崎市柿生産者が組織します柿部会によって、宮崎市内産の花によりまして飾り付けを行いました。市内産の花の PR またはバレンタインデーという記念の日に届け出もしくは来庁された方に温かい気持ちになるような形で飾り付けを行っています。また宮猫の展示も一緒に行ってますので、フォトスポットを利用していただきまして記念の1枚の写真をお撮りください。